この野郎、バカ野郎、気をつけろな、こうして撃つんだ、見てらい。最初の目、弾を無駄遣いしやがって、チキシャー、あのバカ野郎のおかげで逃がしちゃったぜ。身柄出たサビだ、おめえがあんなヘマをやらかしたからよ。よし、もう立てないのか。悪名高きならず者部隊、戦場にかける命知らずの野郎ども、無法の嵐が吹き去る。これから面白くなるっていうのによ。今から特別赤い部隊を募集する。志願した奴はテントに入れ。ここに敵の飛行基地があることはお前たちも知っているはずだ。最近さらに滑走路を広め、大飛行基地が出来上がりつつある。お前たちの任務はこの基地を守る戦車軍団を攪乱し、我が基地爆破大隊を無事通過させることだ。それにはまず戦車の足でもある燃料補給基地を見つけ出し、これを爆破する。いいな。ちょっと待ちな。俺は降りるぜ。命の安売りはしたくねえんでね。じゃあ戦車軍団と聞いておじけついたな。俺も降りるぜ。今まで特別任務で一回やってきたやつは一人もいなかったからな。俺も降りる。野生の目、それでもならず者部隊の隊員か。隊長さん、あんたどれだけの金でこの仕事を引き受けたか知らねえが、あそこには固めの鬼将軍と異名を取る大物がいるんだぜ。固めの鬼将軍、奴の率いる戦車軍団は神出鬼没。お断りだね。真っ平だぜ。隊長さん、行かしてもらうぜ。イノシシ知らずと言われても俺は行きたい。固めと聞いたからには俺は後には引けないんだ。こんな野郎、てめえみたいな青虫に何ができるってんで、人を舐めるのもほどほどにしやがれ、こんな野郎。待てよ。いいから待て。悔しかったら三四郎について言ったらどうだ。ふざけるのもほどほどにしな。小僧の方が俺の後をついてくるんじゃねえのか。私も行くよ。三四郎の度胸気に入ったね。私もならず者部隊あるからね。俺はやっぱり降りるぜ。俺は行くことにするぜ。はあ、金かい。こんな金くれてやる。俺は金で行くんじゃねえ。野郎に固めの首を渡したくねえんでな。え、ほう、ご立派。後で悔やんでも遅いぞ。固めの鬼将軍の首はおいらがもらってくるぜ。あばよ。
パヤとおいでなすったか。将軍の戦車に踏み殺されたんだぜ。この辺りは長い間ズール族の土地だったんだが、奴らは固めに歯向かってこんな姿になっちまった。この先にずっと深い谷間がある。こっちをこのまま進めば戦車に狙い撃ちされるのがオチだ。谷越えをした方がいくらか長生きできそうだぜ。ズール族の奴らだ。見せしめに固め将軍はこんな手を使うんだ。なんて残酷な固めだ。三四郎、なんならこっから戻ってもいいんだぜ。武器を捨てろ。手を上げるんだ。やれやれ。よし、これで一巻の終わりね。お前たちをこの場で射殺する。俺の命日がちょっと早すぎたぜ。痛くなく撃つあるよ。余計なことしてすまなかったな。何、しばらく眠ってもらっただけさ。無鉄砲の野郎だ。キザなことをしやがるぜ。まったく恐れ入ったぜ、おめえのクソ度胸には。撃て。4人組はいたか。どこにも見当たりません。逃げやがったか。俺たちの目をかすめて潜入するとふざけた野郎どもだ。探し出して踏み潰してやる。三四郎、おめえはただの流れ者じゃねえな。肌身離さず肩にかけてる赤い柔道着、どうも気になるぜ。これか、たった一つの親の形見さ。こいつがいつも俺に勇気を与えてくれるんだ。ゲバラ、ハーモニカ吹くのよしよろしい。バカ野郎、敵が怖くてハーモニカが吹けるかってんだ。違うのことよ。子供の時私ハーモニカ好きで吹いた。その時父ちゃん死刑になったよ。姉ちゃんもどっか行っちまった。私一人ぽっち、サーカスへ入って探検使いの勉強したね。これ姉ちゃんの形見の財布。姉ちゃん優しかった。私サーカスして探し歩いた。おかげで私探検上手くなった。でも姉ちゃんに会えない。私ハーモニカ聴くと泣けるよ。うるせえ、黙ってろ。暴ったれるんじゃねえや。俺なんか姉ちゃんもいねえ一人ぼっちだ。戦争で一家全滅だ。メソメソといい気になるんじゃねえや。ゲバラ、そう怒んない。ワンタンメンの気持ちもわかるじゃねえか。くせえな、今夜はバカに昔が懐かしいぜ。俺は世界チャンピオンを倒したことのボクサーよ。そういうことができねえ。だからチャンピオンは俺の右フックで死んじまいやった。その時から俺は地獄の殺し屋とみんなから言われた。たった一発の右フックが俺の運命を狂わしやがった。くそ、三四郎、おめえだって過去に何かあったはずだ。聞かせてもらおうか。さあ話せ。おめえをただ者じゃねえと睨んだ。俺の父は紅竜を編み出した武術家だったが、片目の男との試合に敗れた。
俺は父を倒した片目を探し出し試合に勝ちたいのだ。紅竜を世界に示すのが俺の命なのだ。俺は風の頼りでこの国に腕の立つ片目がいると聞いてやってきたのだ。その片目が将軍ってわけか。俺にはそう思えてならないんだ。三四郎、あんた立派見直してあるよ。いい話だぜ、協力させてもらうぜ。片目の将軍の首はおめえにやるつもりじゃなかったが、よし力になるぜ。みんなの気持ちはありがたいが、いいってことや。みんな頑張れよ。夜の明けのうちに登り切るんだ。将軍の名に関わる。必ず探し出せ。はっ。だらしない兵たちだ。相手はさ、三四郎とか。何、三四郎。触れない三四郎に違いない。とうとうやってきよったか。
もう袋のネズミだ。流のすべてをかけてわしと戦うのだ。望むところだ。
三四郎、川でなかったらわしの頭蓋骨は打ち砕かれていただろう。だがわしはお前の父を倒した片目ではない。ここ2年間ずっと戦場にいた。なんだって。これはわしの軍用日記、見るがいい。4月2日、4月2日、父の敗れた日、軍作戦会議。これは軍当局にその日わしが戦場にいたかどうかを聞いてみたらどうだ。貴様が片目を求めて旅をしていることは聞いていた。かなりの腕利きということもな。いつかわしのもとへ来ることを楽しみにしていたぞ。どうだ三四郎、その腕をわしに売る気はないか。戦場には貴様が必要だ。せっかくだが断る。三四郎、逃げ延びるのだ。戦場で殺すには惜しい男だ。死んだ仲間たちを聞いてくれ。お前たちの死を決して無駄にはしないぜ。三四郎、お前は今死んだら犬死にだ。逃げろ。本当の片目と対決するまで生きるんだ。よくここまで来れたな。機動部隊についてきたんだ。奴らひんでえこと言いやがんだぜ。途中で穴の開いた三四郎は転がってるだろうよ。だってさ、そうかい。ところで兄貴、片目に会えたのかい。そうか、どうせ地球は丸いんだ。そのうちどっかで会えるだろうよ。こいつ兄貴、太陽が昇るよ。三四郎、俺たちがついてるぜ。三四郎。よーゲバワン、俺は必ず片目を倒すぞ。昨日の敵は今日の友。戦火に散ったならず者三匹。唇噛みしめ心で泣いて、行くが男の紅魂。紅三四郎よ、どこへ行く。母もいただろう、父もいた。それが今ではただ一人。涙見せるな三四郎、その眉上げろ男じゃないか。今日も正義の